です。2月13日火曜日朝6時の相場解説です。まあ、この放送は FX オリアリティの皆様と速稼塾限定動画をご覧の皆様にお届けしております。で、方針は変わりません。先週の金曜日にお伝えしたことと、それから週明けの、週のね、見通しってものでもお話したと思います。さらに FX オリアリティの皆様には前回の動画でもお伝えしていると思いますけど、方針は変わりません。セルの方向に動きます。で、バイの方向に動いたとしても、その含み損というのは限定的で、いずれセルの方向に戻していくのかなというところですね。で、ご覧いただいているのが日足なんですけども、日足はそこまでの動きを止めてですね、今、小康状態に入っているところだと思います。これ本来ならもっともっと円安の方向に動いてもいいんですけども、介入エリアがね、もうすでに迫ってますからね、この辺りです、介入エリアね。まあ、ですので、投資家さんの資金というのがかなり慎重になっているところではないかなというふうに見受けられます。はい、次が4時間なんですけども、はい、4時間の動きですけども、このあたりね、すごく小康状態でしょ。要するに、ローソク足の上下の幅がちっちゃくって、で、ヒゲが比較的長いわけですよ。というのが、動きが出てもすぐに買い戻され、もしくは売り戻されて、元通りのこのローソク足の形に戻っていくということになります。ですので、値動きがあった時にすぐに利食いをしないとね、含み益が含み損にすぐ変わってしまうってことになります。逆に言うと含み損もすぐ含み益に変わりますので、そういう場合はちょっと長めに持っておく。そのための証拠金維持率をよくよく確認しておくことになりますね。言ってること難しいですか？当たり前のことですからね、このぐらいの知識は。わからない方は検索なり、私の方にお問い合わせをお願いします。はい、そして1時間なんですけども、この辺りにゾーンが設定されて、そのゾーンから下の方向にエネルギーが傾いていくということになります。ちなみにこれね、昨夜ガクンと上に上がりましたけども、これはね、突然材料が入ったわけですよ。米の長期金利がちょっと 4. 数パーセントっていうのが、なんか出し抜けに報道されたことによって、ドルの買いが進んだってことになります。で、今日の方針はだから一緒ですよ。基本的には、セルの方向でポジションを持っていって、バイの方向に値動きがあった時でも、それは限定的で、それに耐えるだけの証拠金維持率を持ってね、含み益に変わるのを待ちましょうってことになります。ちなみに、ちょっと時間軸15分は見ませんけども、これおそらくトライアングルが迫ってるんじゃないかなと思いますよね。これはちょっと、そんな気がするなぐらいのことでね、全体の判断の 5% ぐらいをちょっと持っておけばいいと思います。それでは、以上です。また FX オリアリティの方は追加放送でお会いしましょう。